ああ、そういえば親から家を譲り受けたけど、しばらく放置してるな。でも何かあるわけじゃないし、迷惑をかけてないし、管理、リフォーム、売買、面倒だな。そのままでいいか。おーい、よく見てよ、今の僕の姿を。わあ、誰？いえい、今は誰も住まない、君が育った家だよ。空き家になってしまって、誰も僕のことを気にしてくれないんだ。どうせどうせ。忘れてたわけじゃないけど、どうしていいかわからなくてさ。あんなことやこんなこと、昔は家族一緒に暮らして君たちを守っていたんだ。家族の思い出がいっぱい詰まった僕を今度は守ってほしいんだ。わかったよ、空き家さん。でもどういう危険から守っていけばいいの？例えば、空き家っていうのはちゃんと管理しないといろんな危険性があるんだよ。家が倒れる、放火による火災、瓦が飛ぶ、草木の侵食、その他にも防犯衛生の問題が発生するんだよ。不審者の侵入、シロアリ、悪臭、動物。手入れがされていないといろんな危険があるんだね。空き家だけの危険じゃない。近隣に迷惑をかけてしまうし、ひどい場合には損害賠償を請求されることもあるんだ。空き家には所有者の管理責任があるんだよ。管理する責任が私にあるんだね。それに特定空き家等と判断されれば、市町村から所有者管理者に対して特定空き家等の解体や修繕に関わる助言、指導や勧告、命令を受けることもあるんだ。特定空き家等、そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となる恐れのある状態等に該当すると市町村が判断したもの。所有者管理者が何度言っても改善しない場合は、行政が所有者に代わって解体し、解体にかかった費用を請求されるんだよ。空き家はね、何かあってからじゃ遅いんだ。家が傷む前に手を打つことが大事なんだよ。じゃあまず何から始めればいいの？まず空き家管理の手入れ方法についてから説明するよ。カビの匂いや湿気はないですか？建物の劣化を早めてしまいます。綺麗な水が出ますか？設備の老朽化が進んでいるかも。雨漏りのシミはありませんか？屋根の破損状態を確認しましょう。室内は清潔に保たれていますか？建物の劣化を早めてしまいます。庭木がリンチにはみ出ていませんか？隣のお宅に迷惑かけているかも。壁にひびが入っていませんか？雨漏りの原因になるかも。敷地周囲の塀にひびが入っていませんか？塀が倒壊することになるかも。水漏れの箇所をチェックしましょう。水漏れがないか点検しよう。郵便物やチラシは溜まっていませんか？泥棒に入られてしまうかも。なるほど。
一つ一つチェック箇所が把握できればそんなに苦じゃないかも。でも遠くに住んでいてちゃんと管理できないときはどうしたらいいんだろう。そんなときは空き家管理代行業者に依頼するのも一つの手だね。注意、契約期間、実施体制、料金の支払いなど明確にして契約書を交わすなどトラブルに注意することも大事。でもうちはもう他に家を建ててしまっているし、住む人がいないから活用と言われても。むむ、そんな時は住み替え情報バンクを活用するんだ。住み替え情報バンクは空き家所有者と空き家を借りたい買いたい人のマッチングを図り、空き家の有効活用を促進する制度なんだ。うちもそこそこ古いし、なかなか借りたい人が見つからない場合もある。ドキ。そんな時は改修工事をして貸すことも一つの手だよ。改修工事？そう、きれいになれば借りたい人や買いたい人が来てくれる可能性が上がる。古い建物は耐震改修工事が必要な場合があるから、きちんとチェックしよう。そうなんだね。でもリフォームにもお金がかかるし、もし借り手がいなかったらどうしよう。そんな時には大分市では改修支援の補助もあるから、市役所に相談してみよう。また今までは貸す人が改修していたけど、最近は借りる人が改修を行う場合もあるんだよ。さらに借り主自身が部屋を DIY して自分好みの部屋に改装して住むといった方法もあるよ。なるほど、見たことある。古いからって諦めて放っておくことが一番ダメ。貸し主にも借り主にも双方のメリットを考えることが重要なんだ。貸し主のメリット、現状のままの状態で貸すことができる。借り主が自費で改修するため長期間住んでくれる可能性がある。退去時に貸出時より設備等の価値が上がっている可能性がある。借り主のメリット、持ち家のように自分の好みに改修できる。自費で改修する分家賃を安くできる。廃墟時に原状回復費を取られない。その他にもいろんな活用法があるんだよ。活用事例の一例です。用途変更時は事前に建築士に相談してください。面倒で放置していたけど、もったいない気がしてきた。そうだよ、空き家は無限の可能性を秘めているんだよ。あ、でも家の中の家財道具とか残っちゃってるし。大丈夫、そんな時も市役所に相談しよう。行政に相談すればいいアドバイスをくれるんだね。そうだよ、市役所へ相談してみよう。でも売れないし貸せない場合もあるって考えると、どうしても放置？最後まで諦めちゃダメだよ。確かにそんな場合もあるが、放置はダメ。そんな時は建物を解体して周りに迷惑をかけないことも大事だよ。解体の相談は住まい近くの業者に相談しに行こう。ご相談は土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けた業者や建設リサイクル法に基づく
解体工事業の大分県登録業者。空き家さん、それじゃあ空き家さんがなくなってしまう。おいおい、泣くんじゃない。僕はいなくなるわけじゃないんだよ。生まれ変わるんだ。解体し整地した土地にまた生まれ変わることで可能性が広がるんだ。空き家をどう生かすかは君次第だよ。また大分市では倒壊の恐れがあり、周囲に危険を及ぼす可能性があると認められた場合は、解体費用について老朽危険空き家等除却促進事業で補助を受けられる場合もあるから、市役所に相談してみよう。やります、僕やってみます。その息だよ。僕のことを任せたよ。あなたも生かす家考えてみませんか？